俺の名前は大地。年齢は40歳。実を言うと、俺は10年ぶりに赤松組に帰還することになったんだ。ちなみに、俺が10年前に赤松組を抜けた理由は、若頭補佐の菅原に貶められたから。そのため、俺は若頭の圭介さんから、直々に赤松組を破門させられたってわけ。しかしそんな俺に、赤松組の組長から、赤松組に戻ってこいという連絡があったんだ。だから俺は10年ぶりに赤松組に帰還したのだが、そこに運悪く菅原と再会しちまったのさ。よー大地、超久しぶりだな。俺が見ない間に少し太ったんじゃねえのか。菅原はそう言って、丸びれる様子もなく明るい声を出して俺に近寄ってきたんだよ。どうやらこの様子だと、菅原は10年前に俺にしたある嫌がらせを忘れてしまったようだ。それにしても菅原の能天気さというか、性格の悪さというか、久しぶりに見てもゾッとする。俺はニタニタと気味の悪い笑みを浮かべている菅原を見て、マジで嫌な気分になっていた。正直、菅原から声をかけられたことも最悪だったし、菅原と目が合うのはもっと最悪だったよ。なんていうか、それくらい俺は菅原という性格の悪いこの男が大嫌いだったんだよね。それにもう菅原から嫌がらせをされて10年も経ってるから、俺は菅原を許せる気がしてた。しかしこうして菅原と直に対面して話していると、マジで菅原を許すのは無理だと俺は悟る。やっぱり俺は10年ぶりにされた菅原からの嫌がらせの後遺症が深すぎているんだと思う。そうじゃないと、こんなにも菅原に対してうざすぎる気持ちを抱くことはなかったはずなんだ。それに菅原は10年ぶりに会ったのにもかかわらず、俺に謝罪の一つもシェアしなかったのさ。もうこの時点で菅原は俺に意地悪をしたことに対して何とも思ってないことは明確だった。つまり菅原は自分のためになるならどんな手を使ってでものし上がっていくタイプなのだろう。きっとこういう菅原みたいなやつのことを世間はサイコパスというに違いなかった。正直、俺は10年前にこんなサイコパスで気味の悪い菅原と仕事をしていたわけだ。ぶっちゃけ当時の自分はよくこんな性格の悪い菅原と仕事ができていたなと思う。むしろ今からでも俺は当時の自分の器の広さに盛大な拍手を送ってやりたいくらいだった。そういうわけで、俺は菅原の顔を見るたびにイライラするし、怒りが最高潮に達していたのだ。しかし菅原はそんな俺の心情も知らず、俺の顔を見て相変わらずニタニタと笑っている。俺は菅原の気味の悪い、見てるこっちまで胸焼けしそうな笑みを見て、とても発見がした。それで俺はそもそもその日、赤松組に帰還したことを後悔し始めていたんだ。なぜ後悔していたのかというと、それはやっぱり菅原という悪と再会してしまったから。だから逆にもっと言ってしまうと、俺がその日菅原に再会してなかったら幸せだったと思う。そう、つまり今の俺は菅原という悪と10年ぶりに再会してしまったことで、とても不幸なのだ。それにそもそも俺が10年前に赤松組を抜けなくてはならなかった元凶は菅原である。ちなみに俺が10年前にされた菅原の嫌がらせというのをこれから俺が説明していく。そう、あれは俺がまだ30歳だった10年前のことである。俺はその日も赤松組で一生懸命に与えられた仕事をこなしていたんだ。それに自分で言うなって話ではあるが、俺は結構赤松組の中では仕事ができる方だった。だから俺は赤松組の組員たちから結構仕事ができるやつということで信用されていたんだ。正直30歳の若さで赤松組の組員たちから一目置かれている自分のことを俺は大好きだった。そう、もっと言うと10年前の俺は社会で言うところの出世コースに乗れる優れた人材だったのさ。もちろん赤松組にも世の中にある会社と同様に
出世コースと言えるものがあったからな。それに俺は大柄な体をしていて、そんでもって空手の黒帯所持者だったんだ。だから俺みたいな奴は赤松組を守る用心棒としての役割も担うことができる人材ってわけ。仕事もできるし武道だってできる。そんでもって周りからも俺は期待されている。また繰り返し言うようで悪いが、10年前の俺は文武両道な俺を誰よりも大好きでいたんだ。たまに自己愛が強いねと俺は他人から言われることもあったが、世の中は結果が全てである。正直俺に対して文句を言ってくる奴とかは結果を出していない奴ばかりだった。だから俺から言わせてしまえば、俺に文句を言ってくる奴なんて自分に自信がない奴だ。だって考えても見てほしい。他人に文句を言ってくる奴が今まで大した奴だったことなんてあるか？俺から言わせれば、大した奴は自分の人生に集中してるため、他人に文句なんか言わないのだ。もちろん、10年前の俺がこの答えにたどり着くまでの間、俺に対して文句を言う奴がいた。その文句を言ってきた奴らは、赤松組の組員のごく一部の人間で、どいつもくだらなかったよ。蓋を開けてみれば、その文句を言ってきた赤松組の組員たちは、俺に嫉妬をしていたんだ。その赤松組の組員たちが、俺に嫉妬してきた理由は、俺が仕事ができるタイプだったから。それが分かってから、俺はその赤松組のごく一部の組員のことを、すべて組長に言いつけた。そしたら、赤松組の組長である新一郎さんは、そのごく一部の赤松組の組員を破門にしたのだ。組長からすると、そんな仕事もできない、文句ばかり言う組員より、俺の方が価値があったそう。だから俺は当時、赤松組で生き残り、俺に文句を言ってきた組員は、去らざるを得なかったのだ。そんなことがあったため、俺はそういった処置をしてくれた赤松組の組長には、とても感謝してる。しかし、俺は赤松組の組長は尊敬していても、赤松組の若頭のことは尊敬していないのだ。なぜなら10年前、赤松組の若頭である圭介さんに、俺は赤松組を破門させられたから。そもそも、若頭が俺を赤松組から破門したのは、若頭補佐である菅原の嫌がらせが関係してた。単刀直入に言ってしまうと、菅原は仕事ができる俺のことを脅威と思っていたのだ。そのため、菅原は赤松組の若頭である圭介さんに、大地が若頭の座を狙っているという嘘を吹聴したのである。そもそも菅原は若頭補佐という役職についていた。そのため、菅原は他の組員よりもずっと若頭である新一郎さんの近くにいることができたのだ。だから若頭補佐である菅原は若頭に常日頃、俺が変なことを言ってると吹聴してたのだろう。そしてその菅原の嘘を赤松組の若頭である圭介さんは信じてしまったのだ。だから俺は赤松組の若頭である圭介さんから赤松組を破門させられたのである。でも俺から言わせてしまえば、そんな菅原の分かりきった嘘を信じる若頭もどうかと思う。だから俺はその破門事件から10年経った今でも若頭のことを信用できていないのだ。俺がそうやって10年前のことを振り返っていると、菅原は俺にこう言ってきたんだ。あれ、大地、お前もしかして今、10年前に赤松組を破門になった時のことを思い出してんの？俺は菅原にそう言われた瞬間、菅原から奴隷のように扱われていたことを、そして菅原のせいで赤松組を破門されたことを鮮明に思い出し、気分が悪くなったんだ。それでとうとう、俺のお腹が痛み出し、俺は思わずトイレへと駆け込んだよ。それで用を足し終わってトイレから出ると、菅原がそこにいて、菅原は俺に、なあ大地、また俺の奴隷として使ってやるよと不敵な笑みを浮かべて言ってきたのだった。俺はそんな菅原の恐怖すら感じるような笑みを見て戦慄したよ。今菅原は俺に言ったんだよな。マジでこいつ一体何なんだよ。
俺はまだニタニタと笑っている菅原の隣にいることすら気持ち悪くなっていた。でもそれはそうだ。10年前に俺に嫌がらせをして、赤松組を破門させ、再会しても奴隷にしてやるなんて。そんな失礼極まりない奴と同じ場所にいること、同じ空気を吸ってることが不快すぎる。俺は菅原のニタニタとしたその気味悪い笑顔を見て、気持ち悪すぎて変な汗が出始めたよ。そうして俺はまた菅原に10年前にされた嫌がらせをありありと思い出してしまう。やっぱり10年前に菅原にされた嫌がらせは、時が経っても何度でも俺の精神を苦しめに来る。結局俺が赤松組に10年ぶりに戻ったところで、菅原もその嫌な思い出も現存していた。赤松組に俺が10年ぶりに帰還してありありと感じられたのはそんなことくらいだ。正直そんな発見をしてこんな思いをするなら、俺は赤松組に帰還しなければよかった。俺がそう思えばそう思うほど、俺の顔色はみるみる悪くなるし、怒りで両手の手のひらが震える。きっと今の俺は誰が見ても幹部補佐の菅原への怒りで包まれてるとわかるに違いなかった。そんな俺の心情も知らず、菅原は相変わらずニタニタと気持ちの悪い笑みを浮かべている。俺はそんな菅原の気持ち悪い笑みを見て、相当げんなりしてる表情を浮かべてたんだと思う。だから菅原はそんな顔色の悪い俺の表情を見て、またもこんなことを言ってきたんだ。なんだよ大地、その体調悪そうな顔はよ、マジ幸薄いんだよてめえ。そして菅原はそうやって俺をじわじわと傷つけ、俺に話し続ける。もう一度言ってやるよ大地、またお前を俺の奴隷として使ってやるよ。ほんと感謝しろよな。俺がそうやって菅原から屈辱的な言葉を言われた時、ある人物がこう言ってきたんだ。奴隷ですって？菅原、あなた一体何を言っているの？この人は二代目の新組長よ。突然聞こえたその声の方向へ視線を向けると、そこには俺が見覚えのある女性がいたんだ。俺はその女性を見て驚きのあまりついこう言ってしまったんだよ。ゆりさんですか？お久しぶりです。そう、その女性はゆりさんと言って、実は赤松組の組長であるあの新一郎さんの娘さんなんだ。正直ヤクザの集団というのは親子ではなくても親子の契りを交わすことが多々あるのだ。そういった多くの事例がある中で、やはり組長の実の娘であるゆりさんの価値はとても高い。ぶっちゃけ俺がいくら仕事ができる人間でも、俺の価値はゆりさんの価値には負けるのだ。そんなの誰がどう見ても分かりきっていることだとは思う。だが俺は久しぶりに見たゆりさんを見てそう思わされたのである。やはりゆりさんは赤松組組長の直々の娘さんなだけあり、オーラが他の組員とは桁違いなのだ。そもそも赤松組は他の組より桁違いに経済的余裕があり、世間で言うところの金持ちなのである。そのためゆりさんが身につけている洋服は明らかに高価なブランド服だったのだ。組長である新一郎さんはゆりさんに超過保護なため、ゆりさんはバイトをしたことがない。まあそもそもゆりさんは赤松組の組長の娘さんなのだから、気軽にバイトはできないだろう。そもそも赤松組が経済的に豊かな組であることは他の組にもバレている。そのため赤松組の組長の娘さんであるゆりさんがバイトでも始めたらカツアゲされかねない。それくらい赤松組の組長の娘さんでいることはゆりさんにとって相当なリスクがあるのだ。正直俺がもしゆりさんの立場だったらと思うと、ゆりさんほど堂々とするのはできないと思う。俺は赤松組の建物の綺麗な内観やゆりさんを見ながら、この組の経済力の高さを改めて知る。ちなみにこの赤松組の経済力は、赤松組が経営している高級旅館と温泉旅館の利益から来ていた。そう、この高級旅館と温泉旅館を赤松組の組長である新一郎さんは一代で作ったのである。さらにもっと言うと、
赤松組の組長である新一郎さんの経営力はずば抜けたものがあるのだ。だから俺は赤松組の組長である新一郎さんのことをかなり尊敬している。それにゆりさんは若頭補佐の菅原とは違い、性格が優しいし、正義感もちゃんとあるタイプだ。そもそも赤松組の組長の新一郎さんはゆりさんに優れた教育をしているのだろう。だから赤松組の組長の娘であるゆりさんは人格者であり、人間力が優れているのだ。そもそもゆりさんが性格の優れている人格者でなければ、ゆりさんは俺に、奴隷ですって。菅原、あなた一体何を言っているの？この人は二代目の新組長よ、なんて言ってくれないのである。しかもこんなにも温かみのある言葉を、ゆりさんは19歳という若さで成し遂げたのだ。こんなに素晴らしい人間力と性格の良さを持った10代が、今の日本に何人いるだろうか。正直、俺は40年生きてきた中で、ゆりさんほど性格も人間力も優れてる人は一人しか知らない。そう、その優れてる人というのは、紛れもなく赤松組の組長である新一郎さんだ。親は子供の背中を見て育つという言葉があるが、あれはとても的を得ている言葉だなと思う。そうなのだ。ゆりさんは赤松組の組長である新一郎さんの背中を見てきたのだ。だからゆりさんは赤松組の組長である新一郎さんと同様に、性格も人間力も優れてるわけ。正直、若頭補佐の菅原に、奴隷ですって？菅原、あなた一体何を言っているの？この人は二代目の新組長よ、と言えるゆりさんは、とてもたくましいし、かっこいいと俺は思う。そもそも10年ぶりに赤松組に帰還した俺に、ゆりさんはその正義感を発揮してくれたのだ。まさか組長の娘であるゆりさんに、40歳の俺が守られる日が来るとは思わなかった。正直、俺は赤松組に他の組員よりも長く所属している組員だったのだ。だから赤松組だけでなく、赤松組の組長の娘さんであるゆりさんの成長も俺は見届けてきた。そのため、俺は赤松組の組長の娘であるゆりさんが、俺のことを守るために幹部補佐の菅原に、奴隷ですって。菅原、あなた一体何を言っているの？この人は二代目の新組長よ、と言ってくれるような素晴らしい女性になってくれて、本当に心底俺は感動していたんだ。ちなみに菅原は、そんな素晴らしいゆりさんからそう言われた途端、こう言ったんだよ。あ、ゆりさん、それってどういうことですか？次期組長は若頭の圭介さんですよね。菅原は豆鉄砲を食らった鳩的な表情を浮かべ、とうとう額には大粒の冷や汗がにじみ出す。どうやら菅原は今現在相当焦っている様子であることが俺にもとても伝わってきた。そもそも俺はこうなることを事前に知っていたから、若頭補佐の菅原ほど取り乱してはいない。まあ、俺は普段からドーンと構えてるタイプなため、そのことを事前に知らなくても大差ないだろう。我ながら強靭なメンタルを持っているなと、俺はそんな自分を誇りに思っていたんだ。俺がそうやって思っている間も、若頭補佐である菅原は、ますます焦りに焦りを重ねていた。そしてそんな今現在、追い詰められている若頭補佐である菅原の、ゆりさん、それってどういうことですか？次期組長は若頭の圭介さんですよね？という取り乱し感が 100% の質問に対し、組長の娘であるゆりさんはこう答えたのだ。さっき、赤頭の圭介が病院で息を引き取ったって、お父さんから連絡が来たの。赤松組の組長の娘であるゆりさんがそう言った途端、若頭補佐だった菅原は顔面蒼白になる。まあ、菅原は赤松組の若頭である圭介さんの若頭補佐だったので、無理もないだろう。若頭補佐である菅原は、誰よりも若頭の近くにいる時間が長かったため、ショックもでかいはず。そもそも、俺は若頭の圭介さんがこうなることは、事前に分かってはいた。しかし、それを事前に分かっていた俺でさえも、圭介さんの訃報を知らされた今、動揺している。だから、若頭の圭介さんがこうなると知らなかった
若頭補佐の菅原の衝撃は半端ないだろう。俺はそんなショックに包まれている菅原を横目に。それにしても若頭の圭介さん、まだ若いのに残念だったな。と、心の底から若頭の圭介さんをかわいそうに思った。きっと若頭の圭介さんはまだ30歳だったから、まだまだやりたいことがあったはずなのだ。それなのにこうなってしまったのだから、なんとも切なく悲しいものである。そうやって俺は若頭の圭介さんの訃報を心底悲しんでいたわけだ。しかし、この若頭補佐の菅原という男は、真っ先に組長の娘であるゆりさんにこう質問した。あのさ、ゆりさん。じゃあ、次の赤松組の新組長は、一体誰がなるんだ？もしかして俺？そう。菅原は息を荒くしながら、ゆりさんにそんな質問をしてきたんだよ。まずは若頭である、圭介さんの訃報について触れるべきなのにだ。やはり10年前に、俺をこの赤松組から破門させる要因を作った男。そんなことをして成功させる男なのだから、菅原はやっぱり普通の人間ではないのだろう。それに、菅原が普通の考え方ができるなら、10年前に俺を赤松組から破門させなかったはず。だがしかし、俺は10年前に残念ながら赤松組を破門させられてしまっている。やっぱり、そういった事実と結果があるのだから、菅原の性格や人間性の異常性は確かだろう。そしてやっぱり、若頭の圭介さんの訃報よりも、新組長についての話を率先してするあたり、そういったところから見ても、菅原がいかに権力を重視しているかがよくわかってくる。まあ、権力を重視してなければ、俺を10年前に赤松組から破門させようとはしなかったはず。だから若頭の圭介さんのことよりも、次の組長について聞く菅原の人間力は、その程度なのだ。俺はそんな菅原の言動を見て、ますます菅原に対する信用度が下がっていったよ。でも、若頭補佐の菅原に対する信用度なんて、10年前にもう地に落ちてはいたが。そして、そんな信用度も人間性も地に落ちている菅原の、あのさ、ゆりさん。じゃあ、次の赤松組の新組長は、一体誰がなるんだ？もしかして俺？という、身の程知らずのバカな質問に対し、赤松組の組長の娘であるゆりさんは、ため息をつく。きっと、赤松組の組長の娘であるゆりさんからすると、若頭補佐の菅原など、末端でしかない。そんな菅原が、調子に乗ってゆりさんにそんな質問をするため、ゆりさんは不快だったのだろう。不快なため、深いため息をつかざるを得ない。それが今のゆりさんの心情であるに違いなかった。もう、ここまで不快な気持ちにさせられたら、大概の人たちは、菅原の質問には答えないだろう。しかしゆりさんは、赤松組の組長の娘であり、性格も人間力も優れた人なのだ。だからゆりさんは、こんな意味不明な質問をしてきた菅原に対して、しっかりと答えたのである。菅原、あなた何を言っているの？赤松組の経済力を物語る、綺麗な建物の館内に、ゆりさんの凛とした声が響き渡る。そしてやはり、赤松組の組長の娘であるゆりさんなだけはある。なぜならその時に、ゆりさんが発した言葉には、若頭補佐の菅原をびくつかせる強さがあった。実を言うと、赤松組の組長である新一郎さんが発する言葉にも、同様の迫力があるのだ。その点を踏まえても、結局優れた遺伝子を持つ者の子供も同様に優れてるってことだろう。若頭補佐である菅原は、赤松組の組長の娘であるゆりさんにびくつきながらこう言った。ゆりさん、今俺に何て言いました？明らかに若頭補佐である菅原は、赤松組の組長の娘であるゆりさんの言葉に動揺している。しかしゆりさんは、若頭補佐である菅原が先ほど言った。あのさ、ゆりさん。じゃあ次の赤松組の新組長は一体誰がなるんだ？もしかして俺？という言葉に相当お怒りの様子だったため、ゆりさんは般若のように顔を歪ませ始めている。そんな般若のような表情へと表現していくゆりさんの顔を見て、
菅原は情けないくらいに、ゆりさん、マジでどうしたんすか?などと馬鹿げた雄たけびをあげていたんだ。マジでどうしたもこうしたも、菅原がした発言が原因の種である。そんなことすら理解できないサルテーズの知能指数を持つ菅原を見て、俺は、よくこんな菅原みてえなとんでもねえやつが、バカ頭補佐なんて今までできていたよな、と、深く深く呆れながら、そう思っていた。それは、赤松組の組長の娘であるゆりさんも、俺と同じくそう思っていたようだ。そしてまた、赤松組の組長の娘であるゆりさんは、菅原を睨みつけて深いため息をつく。菅原はというと、赤松組の組長の娘であるゆりさんの鋭い眼差しにビビり散らかしている。そんな菅原に遠慮せず、赤松組の組長の娘であるゆりさんはこう言った。菅原は、どうして私が今怒っているのかすら理解していないみたいね。本当に残念。赤松組の組長の娘であるゆりさんは、ゆっくりとそう言って、じわじわと菅原を追い詰める。菅原は、赤松組の組長譲りであるゆりさんのその迫力や圧の強さに押され気味だ。そのため菅原は、じわじわと赤松組の組長の娘であるゆりさんから後ずさりしている。その無様で情けない姿は、若頭補佐である菅原とは思えないくらい弱々しいものがあった。そんなめめしすぎる菅原に、赤松組の組長の娘であるゆりさんは遠慮せずにこう言ったよ。菅原、私はあなたがしたことをこう見えてよく知ってるのよ。え?菅原、その事実がある上で。いいえ、その事実がなくても、菅原は組長の座にはふさわしくないの。赤松組の組長の娘であるゆりさんが今言ったその事実が、何を示すのか俺は分かってた。しかし、こんな事態になるとは思っていなかったピンチの菅原は、それを理解していないらしい。俺はそんな、だらしなくて性格も悪く、人間力も地についている菅原を見て、再度ため息をついた。菅原はまだ、赤松組の組長の娘であるゆりさんが言った言葉を理解していない。まったく、この若頭補佐である菅原という男は、どこまでどんくさいのだろうか。それは、赤松組の組長の娘のゆりさんも、俺と同意見だったため、ゆりさんは、菅原にこう言った。菅原、あなたのどんくささに、私はもううんざりなのよ。それにね、ゆりさんは続ける。実を言うと、若頭の圭介が亡くなったら、新組長は大事にしようって話になっていたのよ。ゆりさんがそう言ってから、ようやくここで菅原は、ゆりさんが伝えたいことを少し悟る。だが、その事実を菅原が一番知りたくなかったようで、悟った途端、菅原は、それってつまり、俺は組長になる権利はないってことですか?と、震えた声でそう言ったのだ。いやいや、若頭補佐である菅原に、組長になる権利がないなんて、そんなの当たり前だろ。そんな誰がどう見てもわかるような小学生レベルの話すらも菅原はわからないらしい。きっと菅原は若頭補佐という役職にありつけてたからこそ無駄な自信がついてるのだろう。もうここまで来ると菅原がどんなに仕事ができようと痛い大人であることは違いない。そして痛すぎる赤松組の若頭補佐の菅原に赤松組の組長の娘であるゆりさんはこう言った。そうよ。当たり前でしょ。次期組長になるのは、もう大地って決まってんの。そうでしょう、大地。ゆりさんがまくしたてるかのように、早口でそう言い終わると、ゆりさんはちらりと俺を見る。俺はゆりさんに、今、事実を言って、菅原にガツンと痛い目を見せてやりなさい。と言われたような気がして、次の瞬間俺はこう言っていた。はい。それに俺が10年ぶりに赤松組に来たのは、組長の新一郎さんから言われたからです。組長の新一郎さんから言われたって、大地は一体何を言われたんだよ。菅原さん、まだわからないんですか。菅原は、俺のその言葉に動揺を隠せないのか、さらに額に
大粒の冷や汗がにじみ出していた。俺はそんな菅原に遠慮せず、こう続けたよ。俺は組長の新一郎さんから、次期組長になってほしいと言われたんですよ。本当に。うん。だからゆりさんが言った、次期組長を俺っていう話は、本当なんですよ。嘘だ。そんなの嘘だ。菅原は、俺がそう言うや否や、その事実をよほど受け止めたくなかったのだろう。そのため菅原は、嘘だ。そんなの嘘だ。とやかましく何度も繰り返し叫びまくり始めたのである。するとここでタイミングよく組長の新一郎さんがやってきたんだ。それで取り乱している菅原に組長の新一郎さんはこう言った。大地が言ったことは嘘じゃないぞ。それに菅原、嘘をついていたのはお前だろうが。組長の新一郎さんがそう言った途端、菅原は一瞬、やべえとでも言いたげな表情を浮かべ、動きが止まる。だがずる賢い菅原のことだったので、組長の新一郎さんに対してこんなことを言い始めた。嘘？この俺が嘘なんかつくわけないじゃないですか。しかし、組長の新一郎さんには全てがお見通しだったのである。なので組長の新一郎さんは菅原を睨みつけてこう言った。いいや、俺は全てを知っている。菅原、ここで観念しろ。え？菅原が10年前に大地を破門させるために、圭介に嘘をついているのを、俺は知っているんだ。すると菅原は観念したのか、膝から崩れ落ちてしまった。しかし、組長の新一郎さんは、そんな菅原に遠慮せず続ける。圭介は、流行り病で亡くなる寸前まで、大地を破門したことを後悔していたんだぞ。組長、確かに俺は大地が邪魔だったから、大地を破門させるために、圭介さんに嘘をつきましたよ。そうだろうな。でもなんで組長や圭介さんやゆりさんまで、そのことを知ってるんですか？それは、圭介が俺とゆりに話してくれたからだよ。そうして組長の新一郎さんは、なぜ菅原が嘘をついていたのかを知っていたのか話し始めた。かいつまんで話すと、生前、まだ流行り病にかかる前の圭介さんは、俺が赤松組を抜けた後、やけに組員たちが菅原にペコペコするようになったな、と気づいたそうだ。そして不思議に思った圭介さんは、組員たちにその理由を聞いたそう。そしてそこで圭介さんは、菅原が自分に嘘をついていたことを知る。それに自分が俺を誤って赤松組から破門してしまったことも、圭介さんはそこで知ったのだ。しかし圭介さんは、若頭であるというプライドがあったため、そのことを周りに言えなかった。だが、流行り病にかかって先が長くないことを悟った圭介さんは、ごめん、俺誤って大地を赤松組から破門してしまったみたいなんだ。と、組長である父親の新一郎さんと妹のゆりさんに伝えたのだ。そして圭介さんは、自分が亡くなったら、大地に次期組長の座を渡してほしい。という文章が書かれた遺言書まで書いていたとのこと。そのため、組長の新一郎さんは、若頭である圭介さんの意思を尊重し、俺を組長に任命したのだ。そうして組長の新一郎さんは、ずっと言いたかったことを菅原に言ったのである。菅原、お前は赤松組にはいらない。お前はもう破門だ。そうして菅原は、赤松組を破門になったのだった。それから数日後、俺は赤松組の組長になることができたんだ。今だから話せるが、10年ぶりに組長の新一郎さんから来た電話を、俺は無視しようとしてた。だけどなぜか、俺は組長の新一郎さんから来た電話を、無視してはいけない気がしてたんだ。だから俺はあの日、10年ぶりに来た、赤松組の組長である新一郎さんからの電話に出たのさ。でもあの行動をして本当に良かったなと、俺は今心底思っている。それに俺が赤松組の組長になった途端、新一郎さんもゆりさんも、これから赤松組を頼んだぞ。大地おめでとう。私も応援してるね。大地おめでとう。という感じで、俺が赤松組の組長になったことを心の底から祝福してくれたんだ。俺は本当にそれが一番嬉しかったよね。それでその後、
俺と新一郎さんとゆりさんで、ケイスケさんの墓参りに行ったんだ。そして俺は、ケイスケさんの墓の前で手を合わせ、赤松組をこれからも盛り上げていくのを誓った。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。